アイボリット先生を描いた、ロシアの15ルーブル切って、アイボリット先生は、ロシアの小説家、コルネー・チュコフスキーの作品群に登場する架空の医師。絵本、バルマレーが、書出で以後、絵本、アイボリット、絵本を元にした、児童文学作品、アイボリット先生、絵本、バルマレーの優勢。に、いずれも、悪役の山賊、バルマレーと共に登場した。 バルマレーを描いた、ロシアの25ルーブル切って、アイボリッド先生のキャラクターは、アメリカ合衆国で活動したイギリス出身の児童、文学作家、ヒューロフティングの、ドリトル先生シリーズの主人公、ジョン・ドリトルをもとに、チュコフスキーが本案したものであることがよく知られている。本作のように、外国作品を翻案した、旧ソビエトの児童文学作品としては他に、 カルロ・コローディ、ピノッキオの冒険を本案したアレクセイ・エヌ・トルストイのブラティーノやライマン・フランク・ボーム、オズの魔法使いを本案したアレクサンドル・ボルコフのエメラルド・シティの魔法使いなどが存在する。アイボリット先生とドリトル先生の主な共通点としては主人公が動物と話せる意思であること、猿の間に流行する伝染病を治療するために アフリカへ渡航すること、伝染病を収束させたお礼に頭を二つ持った、夕日詰め類のテーーにトルカイを送られることなどが挙げられるが、キャラクター造形は、シルクハットがトレードマークで、肥満体のドリトル先生とは似ても似つかずメガネに白衣、そして白いアゴヒゲがアイボリット先生のトレードマークとなっている。名前の由来となったロシア語の、という感動詞は、 英語のアウチと同じ意味で、日本語のアツーに相当するニュアンスである。また、悪役である山賊のバルマレーは、ロシアにおける悪党のステレオタイプ形成に大きく寄与したキャラクターとして知られている。日本では一冊目と二冊目の絵本が複数社より刊行されているが、現在はいずれも絶版となっている。1938年、旧ソビエトにおいて、 の表題で映画化されたのが最初の映像化作品である。1966年にはマイナス66の表題で再び映画化され、ボリス・チャイコフスキーが作曲を手掛けた。1973年にはアニメーションが制作されている。ありがとうございます。